はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はセラフ戦線2、ぼっちでは勝てぬ、やっていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではもう早速やっていくんですが、ぼっちでは勝てぬということはどういうことなんだろうっていう、まあいっぱいパーティー置けっていうことなのかなと思いつつ、全く関係ない可能性もあったりはするんですが、この戦線ではアイテムや特殊マスがないよ。パーティー活用して攻撃力を上げよう。左右の道から進む場合は孤立しないように気をつけようらしいです。はい、ということで何体置けるんだ、何体置けるかどうか分かってないけど、アーチャー持って行きたって思ったんだけど、アーチャーいね、嘘だろ。なるほどね。じゃあまあとりあえず、まあじゃあ今回はちょっと考えながらやりますか。まあ、ベニちゃんでよくて、まあけど考えるのめんどくさくなってきたな。よし、適当でいいや。とりあえず好きなやつ適当にポン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 入れとこう。コンスタンティノスとか今回使えそうな気する、ワンチャン。よし、でランサーはジャンタ使おうかな。よし、ということで多分全部もうできてると思うのでやっていきますか。ただあれだね、セイバー、ランサーの軍団があそこにいるから、ちょっとセイバーをうまいことやりながらやっていこう。てか聖杯戦線毎回毎回途切れるんだよな、なぜだ。ジナコさんも本気を出してきた感じです。先輩気をつけて。本気出してきたらしいです。ということで気ぃつけながらやっていくか。さてどうするかね。まあとりあえず多分あのワルキューレがガン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 来ると思うので、まあワルキューレを無視しながら、まあこっちはジャンヌはそのまま上っ側行ってもらって、真ん中にとりあえず合わせたいので、こっちとこっちを入れ替えて、でベニちゃんで前線を張ってもらおう。多分ベニちゃんが有利クラス取ってくれるから、ここで多分なんとかなるはず。で下側は特に、あ、宝箱が一応あそこにあるのか。だったら宝箱取りにとりあえず走っていきますか。はいはいはい。てかライダー結構動きいいな。ライダー動きいいんだったらちょっとメインで見てあげるのも良かったかもしれない。まあまあええか、これでとりあえず終了しとこう。とりあえずこれで OK。 来るかね。あ、来るわ、やっぱり。あ、けどここで1回分消費するんだったら、まあまあそれはそれでいいので、まあまあ別に。浮いたいな。わ、通常攻撃地味にいて。まあまあまあけど、ここら辺はとりあえずもうバフるだけバフってぶん殴りますか。これクリティカル全部入ったら飛ばないかな。飛びそう、飛んでほしいな。いいっすね。オッケー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 。これアーツもう1枚入れて確実に砲撃打てるようにしとけばよかったな。まあまあ仕方がない。いいね、こういうところでも活躍できる子やからな。でここで多分1回分止まったでしょ。で、あー、向こうは向こうで動いてくんのか。うわ、こっち来るんかよ、マジか。こっち来るのはちょっと予想外だけど、まあまあとりあえずこの子は行ってもらって、ここで取りましょう。宝箱ゲット。お役に立てていただければ。いいっすね。お、 QP ありがとうございます。QP もらいつつ、ベニちゃんでとりあえず前線張るか。でシュテンちゃんよりも先にこっちを合わせて、こうだな。でここは戦うか、素直に。ただここ戦ったとしてもな、敵が有利遠倍だからな。まあまあまあとりあえず、はーい、どうどうということで、毎ターンスター獲得いろいろやりながら殴ります。多分クリティカルしないと絶対飛ばせないんで、まあとりあえずバスターアーツバスターで、次バスター AA とかで飛ばせるようにしておきましょうか。これだったら ABA とかでも良さそうな気するな。やっぱりちょっと等倍痛いね。ちょっとここだけが怖いが、もう一回攻撃はできないか。でコンスタンティノスは動けるのか。動けるんだったらちょっと前線張ってもらって、真ん中のやつとりあえずこっちに呼び戻したい。
いいねいいねいいね。こっちパーティー効果あるんでね、ベニちゃんとうまいこと活かしながら。ロビンに攻撃がいっぱいいってしまうとちょっと怖いから、そこだけだな。死にかけてるけど、うわーお、マジか。まあとりあえず回避いろいろやっておいて、イーバウ撃てるのか。じゃあイーバウ撃っちゃおう。イーバウ撃って ABA で多分飛ばせるやろ。フリクラスでも多分特攻入ってたら2万ぐらいは出てくれると思う。余裕で出てる4万強特攻って強いんですね。あ、まあバフも入ってるからか、そこもあるね。ただまあここでとりあえずアーツで稼げたのはでかい。オッケーオッケーオッケー。ここでワルキューレとりあえず1体倒せたのはでかいな。多分もう1回攻めてくる。あー、向こうの方が攻めてくるか。まあ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 、それはいいとして、俺アトラスインの霊装にしてる、ラッキー。はいはいはい、ガッツなんで関係ありません。ここはまあこれでいいかな。とりあえずちょっと星出しを気持ちで。防具もこれで打てるようになったんで、どうしようかな。とりあえずこのあともう一回出てくるんだよな、後ろ側からジナコが。それをどういう風に対処するかを考えないといけないな。あー、ただここは1回分、まあまあまあいいでしょう。とりあえずロビンフットに攻撃行くよりも、そうそうそう、ベニちゃんに行ってくれる方が嬉しい。でメリちゃんのコマンドはちゃんとあるので OK です。9でもよかったかな、9でよかったな。普通にバスターでいい感じに削れてるわ。ほい、突破と。いや、やっぱエクストラアタックできると便利ですな。はいはいはい、次次次。でどこをどういう風に行くか。あ、相手の動きがすごい速くなった。うわ、相手後ろに引き上がったぞ。引き上がったか。おっと、まあまあまあ、とりあえずこっちはこう言っといて、ちょっと後ろついてあげようか。後ろついてあげて、でどうしよっかな。まあロビンちょっと前に出して、シュテンちゃん持ってきて普通に殴る、殴ります。でこれで多分、そうだね、ベニちゃんで殴れるようになってる。あ、NP チャージが足りねえ。あ、まあけどとりあえず手前は倒しておきたいので手前倒しましょう。まあ手前は普通に倒せる。あ、バスター2回でやっといたらよかったな、1回分損しちゃった。ほい、で大いなる石像さんが地味にいるので、こいつだけちょっと怖いけど、まあまあまあここで耐えれたら十分十分。バスターあってほしかった。仕方がねえ、アーツチェインで死なないことを祈ろう。ノーバフだからワンチャン死なないんじゃないかって思ったけど、これ特攻入るよな。あ、特攻入ってなかった、よかったよかったよかった。普通にけど飛ぶよな。飛んでそう。うわー、あれだな、アタックボーナスが入ってなかったらアーツでチェインできてうまいこといけてたけど、まあまあ仕方がないか。はいはい、1回分ね。ただここでいけちゃったか。あ、いけちゃったのか。いけちゃったんならもう、あ、ちょっと、悲しかった。まあ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 、ええか。とりあえずここじゃあ行こう。こことりあえず処理して倒さないといけないからな。やっぱね、中知らないけどね、聖杯戦線やってる時ちょっとだけ重くなるんだよな。いや、俺んちの Wi-Fi の調子がっていうのはあるのかもしれないけど、いいやつ買ったんだけどな。ほい、まあまあまあ、倍率としてちゃんとバフは残ってる。無敵撃つ必要ないしな。じゃあこれでいこうか。いいね、そのクリティカルが確定で入ったら2万6000だったら飛ばすはず。飛ばすよな。うわ、飛ばしてねえのか。やっぱ等倍だったらダメか。まあまあけど一応念のため、
まあまあ念のため置いといたらよかったね。ここでちょっときついな。1回分しか殴れなかったな。ただ1人倒せたんでこれ引きましょう。1回引いて終わりでいいな。はいはい。で宝箱のためにあそこに行かないといけないんだよな。あそこに行くためにはな、ロビンでぶん殴らないといけないっていうのがあるから、ロビンに死んでほしくないんだが、死にそう、死んだし、まあ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 いいでしょう。バフって防御ダウンさせてチェインと、まあまあチェインというか通常でも普通に火力出るよな。うわうわ微妙、エクストラバフ一応入ってるけどこの子、うわ足りんかったか、うわ微妙に残っちゃったな。攻撃バフのスキルじゃないから仕方がないっちゃ仕方がないんだけど、追ってくるね君は、君はどこでも追ってくるね、やめてほしいね。痛い。まあただここまでだったら多分宝具打たなくても飛ばせる。あけど BA のチェーンがないからワンチャン怖いな。あ飛ばせねえわ。ニキジッチ一回裏に引きながら戻すか。これここで戦っても結局負けちゃうからな。ちょっとムーンキャンサーの体力がシンプルに多くなってるからちょっときついね。ここ普通に引かせましょう。引かせてシュテンちゃんはアイテム取ってもらって、余裕があるのはいいことです。リソースは大切に大切にしましょう。英雄の証いいですね。で銀のやつ取りに行きたいんで、とりあえずここはもう行ってあげて、チリか、まあまあまあチリも美味しい。でここはとりあえず倒すか、チャッチャチャッチャ倒しましょう。まあロビン前に持ってきてチェインっていうのもありだったけど、まあまあこっちで宝具貯めてレッツゴーで。痛いよやめろよみたいなこと言ってんのシュールなんだよな。OK これで御前の方に行けるから、御前をとりあえず殴らないといけない。あというかちょっと待って、本当に回線が今日あまりよろしくないです、ごめんなさい。はい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 、いいですね。ジナコさんの顔色が悪くなってきました。かわいそうにかわいそうに。もう先輩欲張りなんですから。欲張りだからよ、強欲だからよ。ということでレッツゴー。うわっ、ちょっと待って、そっちが来んの、そっちで来んのか。そっちで来られたらちょっと話変わるな。うん、しかも弱体向こう打ってるよな。うわ、1回の5ターンなんだよな。まあこちらでち。でやっといて、なんか防御無視入ってるし、しかも毒入んなかったし弾かれたし、なーに。まあええか、とりあえずやりたいのは巴御前だから、巴御前メインで殴ろう。大いなる石像を倒しちゃうとミッションクリアになっちゃうからね。はい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 、バフがそこまで入ってないけどなんとかなるか。多分火力として76000いいですね。これでいい、これでいい、これでいい。でここからベニちゃんに攻撃がそこまで来ないことを祈りたいけど、あ攻撃力ダウン入ってるからなんとかなるか。うわ、なんとかなりそうでならなさそうな微妙な。おお、よしよしよし、セーフ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 、いいっすね。でここは5万なんで、バフって、あー石棺の時間、タツキのを打っといてクリティカルで殴ろ。ちょっとここは宝具を温存したい。オッケーオッケー、バスターで1回クリティカルに入ったら余裕っす。いいね、ここでとりあえず飛ばしたでしょ。であと2回倒さないといけないから、
ここのやつは倒しちゃうな。はい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 、1回分と1回分でしょ。お、そっちに帰ってってんのか。あー、まあとりあえずここ殴るしか、あ、1回下行って殴る。これでパーティー効果関係なしで飛ばせる。いいね。で3万、あ、8万5000だから大丈夫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 。これでは飛ばないはず。パーティーバフも入ってないしな。え？飛ばないよな。飛ばないよね。あー、よかったよかった、飛ばなかった。オッケー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 。あ、ちょっと待って、ケロ足りるかな。9000だったら飛ばすと思うけど。オッケー、よしよしよし、これで1回分できた。でロビンの宝具が余ってるから次ラビンの宝具でいこう。あ、やっと動いた。長かった、なんか5分ぐらい待ってた気する。それは誇張しすぎた。1分ぐらいは待ってたということで、とりあえずこっちにレッツゴーです。よし、これで E バウが確定で、ああ、そうだ、毒弾かれてるからシンプルに E バウすりゃいいだけで、まあついでにアーツチェーンもしてあげて、こうした時に倒してはいけない問題が出てくるんだが、倒して大丈夫か。あ、ここは倒していい、ここは倒していいんだけど、その後のゾウさんを倒さない、倒さずに放置するっていうのがあるんだが、あれ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、足りてない、もう足りてねー。おい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 、話変わったぞ、話変わったぞ。あ、もう一回攻撃できるらしい、優しい。よし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 、危ねえ。そっか、こっち2人で挑んでるから2回攻撃できるんだ。この仕様地味に忘れるわ。はいはい、よかったよかった、危なかった危なかった。ただここでいけるでしょ。でニキチッチの場所、あー、シュテンちゃんがなんかいじめられそうだから1回引いておいて、ラン終了。おっと、そっちに行くのか。そっちに行くんだったらまあ別にいいぞ。まあまあまあ、ええか。良いのかな、良いのかどうかは分からんけど、まあまあええか。でコマンドは、ああ、コンスタンティノスで戦えって言ってるんで戦うか。まあじゃあ CT 加速させといて、うん、まあ B で殴ったら強いんで宝具打ちましょう。ついでです、ついでついで宝具。この子の宝具なんか、なんだっけ、防衛戦でずーっと見まくったからあれなんだよな、もう見慣れてるんだよな。耐久宝具なのに見慣れてるっていうのも珍しいな。おい、レッツゴー。おい、いい火力、マジつえな。ローマのバフが入った時のこいつの火力えげつないわ。通常火力良きですということで、とりあえず倒した。で、あいつが追ってくるんだけど、はあ、追ってくるだけですか。あ、なんか急にパーティー効果を活用しようとか言われた。え、宝箱を獲得して、え、どうしたどうしたどうした、なになになに、なになに、バグ、パーティー効果の説明とか今いらんって、知ってるよっていう。これなんだろう今回。おお、産毛美味しいっすね。あー、どうしようこれ、なんか戦うのめんどくせえな。殴るか。あー、来るか。来るか来るか、まあ、来るんだったらいいや、来るんだったら殴った方が早いからな。あ、8万6000ちょっと残ってたな。ベンチャー死なないで。よし、オッケー。危ない危ない。ほぼほぼノーダメで抑えられた。うーわ、ちょっと待てよ。こう。これは宝具を打つため。宝具打つための布石だったのに。ダメじゃん。けど1回分放置できた。で、終わった。1回ぐらい殴っとくか。おーっと、ここで先輩が踏み込んだ。あ、こんなボイス出るんだ。入れ替えて、ナイス、ジナコさんにダイレクトアタック。おもろいな、こんなボイスあるんだ。あー、入れ替え割ることができたら仕方がないな。ということで、まあこいつが襲ってくるんだけど、あれ、宝具溜まってるくね。出番ですか。それでは了
おーい、めんどくせえことになったよ。しかもこれ確かな、あー無敵つくんだよね。そうなんだよね、攻撃力は低いのは知ってるけど無敵ついちゃうの嫌だな。うわーこれめんどくさいな、戦いたくないな。撤退して撤退させてくれ。はい、油断するな。いや失礼。いや失礼って言ってスッて終わっていくのやめい。ということで、はい、ラストターク。ここで先輩、あ、ボイスとかはなんか変わってるというわけではないんだ。はい、マスター撃破。ああドキドキしちゃいました。先輩無事で何よりです。無理はせず、でも必ず BB ちゃんを助けてくださいね。オッケー、ということで聖杯戦線勝利です。まあまあまあいい感じですね。まあ素材等もある程度入手できたんでよろしかったんではないでしょうか。ただ今回あれだな、なんか有利クラスであんまり殴れなかったからちょっと時間長引いちゃったね。そこだけが難点だったけど、まあ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 別にいいでしょう。ほい、ということで今回はここで終わりにしようかなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価、なんかバグでいっぱい出てくるんだけど、してもらえたら嬉しいです。うんうん、それじゃあバイバイ。Thank you.